まず敵の攻撃を横にさばきながら、一発目の攻撃は足蹴りでしたね。しっかりと壁に向かって足裏で押し付けるようにして蹴る。そして足を下ろした瞬間に小手で打ち、そしてこちらの控えている手を反動を利用して吐く。もう一回やっていきましょう。敵の攻撃をしっかりと横に避ける、そして蹴る。足を下げた瞬間に小手で打ち、打った反動を利用して吐く。これが一連の流れですね。では流れでやってみたいと思います。しっかりと払う動作も蹴る動作も小手で打つ動作も反転して吐くで打つ動作もしっかりと大きくダイナミックに力強く行います。多少最初は力んでも構いません。